君に書いた曲はきっと十百千とあるよ。寝れなかった時はいつもお決まりの鼻歌を気に入ったなら君はいつも笑って微笑んでさ、布団の中悩んでても気づいたら君は寝てる。昨日に恋して明日を悲しんで迎えた朝は鳥も泣いてた。夢は僕に語りかけた、それは叶わないとかじゃなくてさ、きらめく星の中で輝き続けることを抱いて、今日はまだ続れず夜に吹ける旅の最中、生きている意味の意味を探していた。そうだったんだ、君が僕を変えたんだ。嬉しそうにはしゃぐ君は僕が生きていく意味を、歌う意味も歌詞も何もかも教えてくれた君は泣いてた。夢は僕に語りかけた、それはないとかじゃなくてさ、きらめく星の中で輝き続けることを抱いて、今日は君綴ってく、夜は明ける、姫路を歩いてく、君ありがとう。夢路っていう自分の曲です。よし、じゃあ次はあの曲を歌いましょう。
ちょうどね、1年前の今日歌った曲を歌います。僕っていう曲です。諦めるのかい、君の足はまだ一歩も進んでないぞ。ここでじっと立ち止まってどうするんださ行こうよ。自分が待っている未来へたくさん泣いてたくさん転んでたくさんミスってたくさんあがいたね。たくさんの壁はいつか自分を守ってくれる鎧になるのさ。もう届かないのか、君の限界は十歩までなのかい。そんなことないぞ、これからが勝負だ。どんな厄介な相手でもかかってこい。武器はボロボロの剣、穴開き焼きの盾、ボロ雑巾のような服に仲間はゼロ人、一人で行くのさ。たくさん泣いてたくさん転んでたくさん見つけてたくさんあがいたね。たくさんの人はいつか自分味方になるのさ。一昨日は転んで昨日は諦めた。今日の自分には何が残っているんだろう。時間があるなら飛び出して行こう。自分が待ってる未来へたくさん泣いてたくさん転んでたくさんミスってたくさんあがいたね。たくさんの愛はいつか自分を強くしてくれる鎧になるのさ。たくさん笑ってたくさん喜んでたくさん戦って来た傷はともやがて、たくさんの愛でいつかみんなを愛してゆける心になるのさ。未来は君のことを待ってるんだ。さあ飛び出そう。僕っていう自分の曲です。
かなむくん来てくれたね。じゃあここで僕のまあ、フル音源で、リリースしている曲ですね、ショートヘアっていう曲を聴いていただきましょう。なんで今日も君を思うんだろう、もうあれから2年が経ったっていうのに、私のことなんてきっと何一つ心に残ってないんだろうな、そう思うと悲しいからさ、もうこのことは考えないようにしようってなかったことにはできないけど、君が行く先にたくさんついていった、君がつけた足跡にも足を合わせて、大雨の時も濡れながら君を追いかけたよ、辛い時は君のあった顔を見て、苦しい時は君の声を聞いたりして、いつからそのよりどころが私以外のものになったんだろう、泣いてる私は君だけなのに。君に可愛いって思われたくて、恥ずかしながら君に好みを聞いて、ショートが好きって言われたから、偏り生まれ髪を切っちゃって、この子可愛いなって言ってた、その子の服を買って見せたりして、君に私の全部を好きになって欲しかったの、君の好きな人にハマる人になれるとは今でも信じてここまで来たんだよ、でも
ショートヘアっていう自分の曲でした。ありがとう。いや、歌いたい曲めっちゃあんだけどさ、時間も時間だからさ。じゃあ、これね、最近作った曲なんですけど、タバコっていう曲があります。聴いてほしいです。僕ね、タバコ吸わないんですよ、こう見えて。こう見えてもう全然、もう吸ったことあるんですけど、なんかタバコ依存になったこともないし、本当にあまり好きでもないんですけど、書いてみました。タバコっていう曲です。なんか半分僕の歌詞、半分別の人の歌詞なんですよ、これ。書いてくれた子がいて、その子はタバコ吸ってるんですけど、そこからなんか思ったことを、タバコに例えて、タバコがなんか表してくるその切なさっていうか、そんな感じのような曲です。聴いてください。このタバコ吸い終わったら切るから、穏やかに流れてた時間はまるで落ちてく灰の山、電話越しにうなずいている君、今日は寒いねの声に合わせて、新しいタバコに火をつけた。まだ切らない世の本音は煙になって空気になる。気づいたかな、気づかないか、君との時間は遠くに終わってるんだよ。だから消えないで、私が逃げていた弱さを知ってしまわないで。消えることはないよ、まだついた日の追いかけてくよ。だって心は無情は過ぎゆく前に、きっと凛と探すんだよ。君を思い描いていくよ。誰だって懲りずに夢を見て、せわしなく過ぎてゆく時間と、燃えてく日の先には、君宛ての電話はもうつながらない。もういっそのことやめてしまおう。気づいているんだよ、
潮の空無慈悲な君の気持ち。だから消えないで私が逃げていた弱さを知ってしまわないで。消えることはないよ、まだついた日の後追いかけてくよ。だって心は無情は過ぎる前に箱っていう曲です。ありがとう。じゃあこれもね、僕の好きな曲です。最近できた曲ですね。聞いてください。ああ、ちょっと待ってね。チューニングっていう作業が必要なんですよ、ギターって。自分の声にもさ、チューニングっていうのがあって、水を飲むことなんですけど、そう、必要なんですよ。やっぱり何か活動するにあたって、何か動くことにあたって、それを修復する、直すことが必要で、何が言いたいかも分からず歌えっとやばすぎやな、マジで。あの星に願ってっていう、これは、もう一つの曲があるんです。シリウスっていう自分の曲があるんですけど、その、まあ、軽く説明すると、どちらもその男の子女の子で、そのどちらも付き合ってるあのカップルなんですけど、どちらも夢があって、夢を追いかけるためにお互い離れて、でこの曲ではその別れた2人のそのちょっと過去の話で、別れた後お互い夢に進んでって、で夢に進んでったからお互いその連絡を取ってなくって、だけどまあその彼氏の方が、もうこの世の人ではなくなってしまったっていう、それを彼女側があの星に願って、まあ星に願うしかないですよ。会いたいな会いたいなって、そんな曲です。聴いてください。双子座流星群が降った日、歌を歌ってるいつもの君、今日は私の誕生日だよ、忘れてたとか言わないでよ、歌歌ってないでこっちを見てよ、今日くらいさ、やっぱりや、海に行こうよ、
もう9月だよ、肌寒くなってきた頃にはお家に二人ぬくもりあったね。どうしてなの、どうしてなの、今思っても遅くて、今頃君に会えなくて、君の思い出詰まったその手で星をたどってまた思い出して、まだ同じ空の下、いた過去に戻れないのなら、双子座から流れてきた星にあの日のように願ってみるよ。双子座流星群を見た日、手と手つないで見てたあの日、願いは今すぐ会いたいな。カーテンの隙間からあの星が垣間見えた、忘れてないよあの星と星は、鹿沼公園でいつか叶わぬ恋を見てた、あの星のこと忘れないよ。ふと見上げてみたけど、君みたいに見つけられなくて、星と星がくっついて見えてうまく見えないよ、今すぐ会いたいよ、今思っても遅くて、今頃君に会えなくて、君の思い出掴んだこの手で星をたどってまた思い出して、まだ同じ空の下、いた過去に戻れないのなら、双子座から流れてきた星にあの日のように、ありがとう。あの星に願ってっていう自分の曲です。まあここを使えるの9時までなんですけど、どうしような、ちょっとくらい伸びてもいいかな。あと3曲歌います。よかったら聴いててください。シンガーソングライターあげぱんです。やばい、キモいな。待って、めちゃめちゃキモかった。どうしよう。僕はね、何度も話すんですけど、ちょうど1年前、あのここ関東で初めて路上ライブした場所がこの場所なんですよ。海老名のここで初めて路上した場所から
今日1年後ね、来て路上してます。何が成長したかとかあんま特にそんなないと思うんですけど、ただ C って言うならめちゃめちゃ自信がついてます。目の前の人数は正直変わってないです。ただ僕はものすごい自信がついたっすね、1年の時を経ていろいろ感じた過去の自分に向けて、マイペース論聞いてください。帰りたいと思ったら帰ればいい、苦しいと感じたらそこでやめればいい、今こうして無理して踏ん張る必要ないよ、たまには休もうよ、ゆっくり進もうよ。帰りたいと思ったら帰ればいい、悲しいと感じたら泣きべそ書いてもいい、この世の偉大な天才もあの有名なキャナイもきっと休んでるから。ああ目が覚めてもそろそろ会いたいよ、夢から現実に飛び込んでさ、何回でも挑めるから、何回でも戦えるから、だから明日できるから、何回でも焦らずに挽回できるよ、君ならきっと、君ならきっと。でも本当に苦しかったらマジで休んでいいと思います。休んでください、とことん自由に。帰りたいと思ったら帰ればいい、この場所が苦痛なら帰ればいい、諦めなくていい、少しの寄り道それくらいは大丈夫さ、大きくジャンプする準備だから、何回でも挑めるから、何回でも戦えるから、だから今日は休もうよ、明日できるから、何回でも焦らずに挽回できるよ、何回でも転んだとしても、何回起き上がれるのさ、だから今日休もうよ、明日できるから、何回でも焦らずに挽回できるよ、君ならきっと。
僕らなら君と あとはマイペンスロンっていう曲でした。そうだよ、しんどい時はね、多分みんな休んでる、本当に。多分ね、あのキャナイさんも休んでる。うん、本当はね、そこの歌詞はね、みんなの知らんとこでっていう歌詞なんだけど、まあでもどうしてもね、入れたかったからね。ありがとう。あと2曲歌います。じゃあ僕が東京に来る前に作った曲ですね。題名が東京って曲なんですけど、聴いてください。これも1年前に歌った気がする。進化した東京を聴いてください。
違いと正しさの基準に惑わされない、強く強い心を持って続けてみようって、自分を信じて行こうよ、その先に待つ一等星に今駆け出していくから、バカにされたって見下されたって、自分は自分なのさ、間違いと正しさの基準を次は自分が決めていくのさ、いつも不安続けてきたって、胸張って言えるように、その先に待つ夢に向かって今駆け出していくのさ、その先に待つ意図性に今駆け出して東京っていう曲です。あ、待って、最後の曲あれ、最後の曲にしよう。あの、そうだね、上京してるときに、あ、やっぱ2曲にします。ごめんなさい、やっぱあの歌いたい曲あった。最後の曲はもう決まってるんですけど、その前にこの曲歌わせてください。あの、僕の大事な曲です。ここの海老名で実際路上してて作った曲です。感じたこと、路上毎日してて、で地元とは全然違う環境、まあ、それは最後の曲につながるんですけど、その路上してて思ったことを全部歌にします。ここが、この曲が作られた場所です。路上ライブって曲です。しまう大田原行きの電車はいつもどこでも
満員電車、行き先はいつも通り海老名、今日は何人見てくれるかな。何もないところに形ない愛を叫び、誰もいないところに見えない夢を語る。一人でもいい、一人でから届いてほしい、ここにいるから。また一人22時、人は通り過ぎる、今日も上を向く。枯れた喉に与えられたもの、歌い続けた先にあるのは、一人の人とつながる心。何もないところに形ない愛を叫び、誰もいないところに見えない夢を語る。一人でもいい、一人でいいから届いてほしい、ここにいるから。そうだね、本当に路上ライブしてて、あ、1年前ね、路上ライブしてて、もう本当に、まあそりゃ当然なんですけど、本当目の前誰もおらんくって、まあその時に感じたことね、電車つらい、ここに来るのもつらい、でも路上ライブするため、音楽を叶えるためにここに来たんやって、だからもうこの曲書くしかなくって、本当にポン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 出てきたのが、ポン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 出てきた言葉がこの曲には本当に詰まってます。歌詞に注目して。届いてるのね、届いてるの、聞いても誰も答えやしない、それは昨日稀にしておこう。ほら歌うのを待ってるよ。ああ何もないところに形ない愛が届き、誰もいないところは一人でいいから届いてほしい、ここにいるから。もう一人じゃない、一人じゃないから、届くよきっと、ここにいるから、ここにI'm not afraid to die.
もありがとう。路上ライブっていう自分の曲です。生音に近い状態で歌います。めぐり合いっていう曲です。1年前上京して以来、1年前上京して、まあ、さっきの曲に引き続き作った曲なんですけど、そっからも大事にしてますね、その曲は。上京して、そうだね、上京して一番何が変わったかって、行ってきますただいまっていう言葉を人に向けて使うことがなくなった。人っていうか、その家族にっていうか、家の人に使うのがなくなったっていうことかな。すごく大きくて、それって自分を認めてくれる、自分を受け止めてくれる環境がないってことだから、その中で上京してきたなてか上京してくる人も本当にすごい、ね、大変だと思うし、まあそんな中いろいろな経験もしてるだろうし、上京してる人とか何かに挑戦している人とか、まあその人たちに向けて、自分にも向けて、ここにいる人たちにも向けて最後歌って帰ります。どうもシンガーソングライター揚げパン電車、最後めぐり合いっていう曲を聴いてください。も誰かに伝えたいなら、今もこんな自分の存在証明を今日も明日も繰り返すの、つまらない日々の始まりな、あの変哲もない日の終わり、ああ今日の夜ご飯が白米だけだったとしても小さな未来はあるから、また朝日が顔を出しているよ。今日もまた昨日と同じ顔をしてしまうんだ。死にたいと思うような日々でもまた日は昇ってくるよ。だから明日は今日とは違う元気な顔でいられるように、どんな未来も怖くないぞと言い聞かせる深夜に虹。今日もまた黄昏時の空を眺めてちっぽけなんだ。いつからみんなと違うのか、そんなにも嫌になったのか。自分の楽しみよりも周りに合わせるつまらない人間になったんだ。なってしまったな、あの変わり映えない毎日さ。ああ夢を語った夜に限って眠くなったりするけど、窓の外のお月様はまた朝は来ないと歌えている。 yeah, yeah. 今日もまた昨日と同じ顔をしてしまうんだ。叶えたいと思うような夢も夢の中でしか叶わないような、そんな弱音は過去にさよなら。元気な顔で
日様が上がってくるよ。誰かに言いたいってきますも、誰かに伝えたいただ今も、こんな自分の存在証明を今日も明日も繰り返すの。つまらない日々もいつかいずれは幸せに感じる時が来るさ。けど今日もまた昨日と同じ顔をしてしまうのさ。まだ日は昇り月は沈む一日の始まりさ。また明日も似たような日々繰り返していくのさ。Oh yeah, la 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 la. ごめんなさい。ありがとうございました。アケパンでした。またどっかでお会いしましょう。